ああ、後で絶対に始末書を書かされるな。ああ、いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪書をどっかに落としてしまって。あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。おい、それ私がなくした猛暑見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。おい、ここから先は。
かしマネージャー、喪章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。あ、おい。ったく。さっき喪章を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。おう、葬儀関係者か。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。大海連合。正面から堂々とはの、道島の桐生は。なぜ大海連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。
シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合の奴にだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい。とにかく風間のおやっさんのところへ。おやさんはこちら。行きましょう。おっと、すいません。兄貴、こっちです。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ登場会の三代目。
兄貴、こっちです。兄貴、こっちです。兄貴、こっちです。おっと。すいません。兄貴。兄貴、到着しました。そういえば、最近は葬式あげるのも一苦労だって、上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で、法律が厳しくなったんですよ。おかげで、仇との付き合いも難しくなって、今時、組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。まあ、そんなご時世で、これだけでかい葬式あげられるってのは、まだまだ登場界の力が衰えてないって証拠ですけどね。お兄貴。痛いっす。おっと。おやさんはこちらです。それにしても浮かせでした。まさか錦のおじきが兄貴が来るのを見抜いてるとは。早く風間のおやさんがいるところに行きましょう。兄貴が潜り込んでるのが知れ渡ったら大事になります。しかしいつ来てもここはバカでかい建物だな。まあ登場会の本部が小さくてもおかしな話ですけど。この部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやさんを呼んできます。カズマ、おやさん、10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやさん、何があったんすか。登場会は、それに錦は、あったのか、あいつに。いえ、
あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。ユミのことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、ユミは…おやすさん、風間のおじき、てめえ、お前、桐生あ、なんやお前、道島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな、おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいやキリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、ユミを100億を頼む。行け。Yeah.
Yeah.
Son!